やるんだね、今日も。いいんだね。やっていいんだね、今日も。まあ、ちょこちょこ、やってまして。裏でね。アームをね、操作方法未だに覚えてない。まあ、こういう感じで、モンスターのレベルも上がってきています。それなりに、やっています。我慢できなくて。なんかね、村出るときに、翔くんとで一回戦ったけど、別に、こともなげに終わりました。でまあ、サブクエとかも、ちょこちょこ進めているので、まあなんかそれなりにやってますよ、という感じです。おいでは、メインストーリーの方をね、進めていきたいと思います。この、沼地、ベース。湿地ベース。湿地ベースに足を運んでいく、ギグゼン少年ご一行であったのである。初だね、ここ来るのは。グレンの湿地。グレンの湿地です。毒を使うポケモンなどがいます。なんか俺の好きなポケモン出てくるかな。随の遺跡。遺跡っていうのはね、面白そうだよ。なんかダンジョン風な感じになってんのかな。結構近いな。回避。なんか俺が襲われてるみたいなことあんまないんだよな、未だに。なんかいる。あ、こいつがキャプテンか。ババアじゃねえか。夕顔。そうなんですよね。荒ぶるバサギリを沈めました。なんと私。お、懐疑的なんだ。力ずくで黙らせたようなもの。じゃあ、お前がやれよ。ああ、もう、ほっといてくれって感じ、ここは。あ、ウォロだ。空気読めないな、こいつ。ウォロはなんか、ちょっと、表現回し的な、なんか全部分かっててやってる感じあるね。なんかストーリーを回そうとしてんね、こいつ。てか早技でよくね。力技使うならよりさ、早技で似た行動した方がさ、結果的に威力高くなるんじゃね、これ。力技弱くね。気づいちゃった俺。力技で3倍以上に、技の威力が3倍以上になるなら話は別だけど。石板？うんふん。あ、ほんとだ。野党三姉妹。うん。99。そんなん言ってよ。落ち込んでる。すごい。焚き火は、もうお前なんか全部分かってんな。なんかね、ウォロもウォロで怪しいな、なんか。悪いやつっていうより、なんか、隠してそう。で、うめえことウォロにコントロールされてそう、俺。誰かがいたっつってもね。お。普通に犯人がいた。うまいこと逃げたりしろよ、お前ら。まあ、結構野党だから、でも野党ってどうなんだ？あ、自己紹介入ってます、今。ちょっと待ってね。あ、こいつ、なんだっけ、名前。こいつも、なんか、出たよね、どっかに。こいつもか。こいつもなんか、あ、これ右のやつさ、銀河団にいなかった、こういうやつ。現代の。ダイパの。で、左のやつもいた。左のやつは、ジムリーダーにいた。ダイパだっけな。BW だっけな。
順番に来てね、順番に。毒格闘ってことは飛行タイプが効く。でこれ早技だよ、もう早技、早技連打してで勝てる。すんげー、すんげーよ、ドクロック。一回回復して一回回復してよ。なんかあれなんだね、どこかに属して誰かの下になるのが嫌なんだね、この人たちは。ああ、普通に勝ちなんだ、これで。お前らはかかってこないんだ。まあ、銀河団には恨みがあるんだね。じゃあ、お前らさ、自主的に辞めたんじゃなくて、もしかして、なんか悪いことしてクビになったんじゃない？久方の光のどけき、春の日に、地図心なく、花の散らむ、地図心なく花の散るラム。わかんない。ただいま。はい、おばあちゃん意地張ってないで。いいね。俺は人のためじゃない、ポケモンのために。あ、アンノーン字だ。アンノーン字、アンノーン文字読めるぞ俺、これ読める読める。すすべてのすべての命は別の命と出会い、何かを生み出す。あ、読んじゃった。すべての命は別の命と出会い、何かを生み出す。ああ、なるほどね。そうだよ。自分一人で何かをしようなんて無理なんだよ。そこ、外と触れ合って得ていくんだよ。日本だって鎖国やめてから発展したじゃない。こういうなんか政治的な話はやめよう。釣りを飲ませれば正気に戻る。ヘドロ大地。めちゃくちゃ味方になった、ババアが。一番ぐらい。銀河団の人たちよりも今、ババアの方が仲いい、俺と。え？あ、あの、来てたんだ。うん。出たー、アンノン図鑑。もう二度と手にすることはないと思っていたアンノン図鑑が。着いた着いた、やっと着いた。バッチグマ暴れていますが、ライドポケモンとしての本能なのか、神投げの笛で、あ、来るんだね、呼んだら。呼んでいいかどうか聞いて。どうやって来るの？どうやって来るの？あ、普通にいたわ。バチグマ様。構えることはできません。何をするのが目的？とりあえず倒せばいいのかな？あ、普通に戦うんだ。なんか、バサギリの時みたいなやつないんだ。バチグマってさ、岩タイプとかじゃね？
バチグマのこと俺詳しくないんだよな。もしかしたら地面ノーマルかな。したらもう地面の一環がすごい地面の一環がすごすぎない。火の生贄に電光石火。よし倒した倒した。地面だね。岩だったら多分電光石火今一つのはずだから、ノーマル地面とかなのかな。地面ターンなのかな。うん、くたびれたでしょう。もうええでしょう。はい。かわいそう。一番かわいそうなことしてる。あんなにガチグマのことをいたわってたのに。荒ぶってないね、確かに。うん。目が赤くなかったの。おお。なんかあれだね、そのなんていうの、いろんなものが渦巻いてそう。この荒ぶる親分事件をさ、大地のプレートを利用してさ、他のことを、他の悪いことしてるやつらもいそう。おう、はい、グマかわいいな。ガチグマ、ガチグマなんか見た目いいな。結構俺好きじゃなかったんだけど、別にリングマン好きだったから。おもろそう。あれ、こいつ怪しい、団子屋の怪しいやつ、団子屋っていうか芋餅屋の。金剛団の闘撃員ドレディアが荒ぶっている。隠していた。ああ、バチグマが荒れていた金剛団の飛脱が関わっているのであれば、2つの団をまたらせかねない。だからガチグマがおとりだった可能性があるね。銀河団は中立。俺たちが争わぬよう親しみを込めてあえて呼び捨てにしたいと申し出た。バチグマです。バチグマが何認められてきたぜ。あ、バチグマが探せんのか。人にあだなすポケモンは全て沈めよう。争いのない新天地を求めてついにやってきた。そうなんだ。ついに来る前に何があったんだろうね、銀河団は。ん、ムベさんの芋餅を食ってた。うん、よし、ちょっと飛夏を追いかけよう。飛夏が悪いやつなのかな。お、青いぜ。てか黄色の反応もある黄色の反応も私気になります。ちょっとぐしゃぐしゃになっちゃう。青の反応と黄色の反応が混ざって心がバラバラになってる、ガチゴマの。え、これなんか何かの力が働いてる。これ普段なら超えれる高さだろう。あ、超えれたわ。普通に疑ってごめんポケモンレジェンズアルセウス疑ってごめんね。普通に超えれたわ。いたわ。あいつ悪い顔してないと思ったんだよ俺。ドリア
助けた、落ち着いたよ、助けたよ。なんか落ち着いてるね。バチが当たった。やっぱりなんか裏があったな。謝ってます。訪ねたのは銀河団にガチグマのことを頼むのとクラフトのことを教えてもらうため。うん、なるほどね。ああ、まあいろそれぞれやる いいことしようとしたはしたんだ。よかった、飛夏が悪いやつじゃなくて。なるほど、あとは俺に任せてくれ。俺はお前らの常識の範疇にいないから。お前らができないことも全部俺がやる。いいね、この真珠団と金剛団がうめえことをこう助け合う感じ。いいね、ビーダルでっか。ここか、ここだな目的地。到着。え、はい、何が。夏、うん、いや、ちょっと協力していこうよ。真珠団と、金剛団と銀河団で。舞姫のごとく絶え間なく動く。バッチリ注目しながら回避に専念する。疲れて隙を見せる。で、ボールを投げて強さを見せつける。沈め玉でやってもいいんだよね。戦闘に自信がないです我々。バサギリの時はさ、真ん中に大きな木があったからさ、あれをぐるぐる回ってバターになるだけでさ、うめえことやれたんだけど、ここのフィールドはどうなんだろうね。金どれでやってこんなんだっけ。はい、どうも。宝華クイーン、ハーレークイーンみたいな。回避、妨害に合わせてうまくタイミング合わせてください。妨害に対して、こういうこと。当たってない。この繰り返し3回になったね。ポケモン投げないパターンでいく。ちょっとあー、ちょっと早かった。
うん、何それ、あ、間違えた、ボタン間違えた、ボタン間違える、ボタン間違える、Y ボタンね、これチャンスだな逆に、あ、やべ、向きが違う、何それ、あお、予備動作がなかった今、これでポケモンも投げずに、おチャンス、チャンス、よし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 、戦闘いりませんこのゲーム。ポケモンレベル上げなくても当てたね。ナイス。でも経験値はもらえる。緑のプレート、プレートはもらえんだな。怪ししからもプレート欲しかったな、じゃあ。怪ししからもらったんだっけ、バサギリからもらったっけ、その、あ、バサギリからもらってないわ。怪ししからもらったんだ。よかった、よかった。まあ、元はといえばみたいなとこあるもんな。だからみんなが俺にお礼を言えばいいんじゃないか。ここは一つ。うん。あ、いい子。いい子です。いい子でした。うん。そう、嘘は良くないね。うん。そう、嘘さえつかなきゃいい。あと、謝ったら許す。はい。いや、いいことですね。真珠団の方にもよろしくお伝えください。もう、関は俺のこと大好きだから、大丈夫だけど。まだちょっとね、真珠団がね、俺に対して懐疑的だからね。うん。席は分かってるね。ちゃんと、こう、状況に応じてね、考えを柔軟にできるタイプだね。同じぐらいの身長のポケモンって怖いね。なんか怖くない？電木ダンジョンに任務完了の報告をする。このまま TP で帰ればいいのかな。お、見てただろ、お前全部。なぜ荒ぶるのかという謎は解けていないようですが、お前知ってんじゃねえか？
あなたという存在が翡翠の歴史を変えるのでは。こいつは悪いやつではないけど隠し事をしてると踏んでいます。俺はさーって報告だ、報告報告報告だ。うん、連打しちゃった。ニガナが水中央で暮らすため、場合によってはポケモンと戦うだろう。それも争いのない新天地を作り出すため。時空の裂け目から落ちてきた俺が時空の裂け目寄りの雷に似て荒ぶるキング、関わりがないはずがないでしょう。まあ一旦ね、なんか始まる。あー、芋餅タイム。うん、このルーティーンですね。翔くんはずっと何してるんだっけ。俺が外に行ってる間バリバリ玉。自分を信じることです。そうすれば生きる道も見えてきます。この言葉を信じる。誰の言葉ですか。あなたの言葉ですか。朝、お、日夏だ。あ、え、お、何急に。このおばあちゃんと、おばあちゃんが好きになったってことかな。あの一件でおばあちゃん全てに対して優しい気持ちを持つようになったってことかな。でもね、金剛団のところから通うのか、それとももう銀河団の仲間になっちゃうのか。始まりの浜？はい。何ぜじゃろ。なんか始まったね。水地方にいらしたばかりの方々。おお、そういうこともあるのか。うん。翡翠地方に来るにはこの始まりの浜に来るしかないんだとしたら、銀河団がここに今日構えてるのはなんかめちゃくちゃ仲間を作りやすいね。なんか金剛団と真珠団はさ、インディアンなわけじゃん。ある意味この後から来た銀河団がどんどん移民で力をつけていくことが真珠団と金剛団にとっていいのか悪いのか、ね、いずれアメリカ人みたいにさ、こう全てを飲み込むじゃないか、こいつらが。銀河団が。そうやって、なんか、なんていうの？調子に乗ってさ、上調してさ、で、最終的に悪い奴らになったんじゃないか、現代のダイパで、銀河団は。なんてね。誰かが見てる、こっちを。誰か見てるな、不安定と一緒に。ポケモンは好きですけど、うん、はい、まあそうだね。なるほどなるほど。まあでも俺がいれば大丈夫ですよ。お、カイ来た。カイともちょっとゆっくり話さなきゃいけないからな。じゃあここで一回終わろうかな。ちょっとあの団長の話を言うね。日夏看板娘じゃん。団長の話を聞きに行くくだりでやるか。行きますか。じゃあじゃあ配信は終わります。今動画用の編集点を動画用の編集点を今作ったんだよ。